というわけで今回はミナモのダンスを紹介させていただきました。岐阜県といえばですね、私友達が岐阜県にいてですね、高山に家があったんですけれども、そちらの方に何度も何度もお邪魔させてもらって、岐阜には結構行く機会がありました。高山の方でね、白川郷とか、あの辺り、ただね、冬の岐阜ばっかりだったんで、今度はね、夏の岐阜とか、そのあたりもまた機会があったらね、行ってみたいなと思ってるんです。たまにセミナーの講習会があって、全国各地行くことがあるんですけれども、まだ岐阜からの依頼っていうのがないので、もし岐阜の方、この動画を見ていてセミナーの依頼ありましたら、いつでも声をかけてください。というわけで今回は岐阜県のご当地キャラミナモのダンスを踊らせていただきました。他の YouTuber の方も踊ってますんで、ぜひチェックして探してみてください。というわけで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。